今回は2種類の穴埋めクイズです。上と左から読んでくださいね。制限時間は15秒、問題は全部で10問あります。1問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。プリン、ドリル、真ん中の文字はリという文字になります。2問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。駆動、集い、真ん中の文字はドという文字になります。3問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。にすん、たすき、真ん中の文字はすという文字になります。4問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。うろこ、よろん、真ん中の文字はろという文字になります。5問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。よっと、だっこ、真ん中の文字は小さいつという文字になります。ここからは真ん中と最初が共通になる字を考えてみましょう。上と左から読んでくださいね。6問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。子ヤギ、安い、共通の文字はやという字になります。7問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。トサカ、サンプ、共通の文字はさという字になります。8問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。手汗、あくび、共通の文字はあという字になります。9問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。保有、遊具、共通の文字はゆという字になります。10問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。
答えです。二豚、部活、共通の文字は、部という字になります。